日本では同性婚ができません。もうさ、つまんなくない？あ、でも同性パートナーシップ制度ってあったよね。同性婚とは全然違うけど、なんか良さげ。パートナーシップ制度って何？パートナーシップ制度って何？パートナーシップ制度って何？パートナーシップ制度って何よ。ギャルオタサラリー何でもござるの渋谷シティから最初に生まれた新制度、パートナーシップ制度ってね。ご存知ですか？覚えてますか？同性同士もパートナー認定、夫婦に認定、殿様運命、相手がいなくて僕関係ない。センターのビーリーストリートなら今度はレインボー通り、キャルキュー光へ、マークシティより小さくてでかいランドマーク、それパートナーシップ制度、レクスチャーの PSS だよ。ピースでシュガーの刺激がさくれた昇竜拳。同性パートナーシップ制度は渋谷区に始まり、今では6つの自治体が設けています。そんなに法的効力はないのですが、とはいえ幸せそうです。こんな感じで書いて書いて書いて、出して出して出して、審査待って待って、とって喜んで、抱き合って笑って、とりあえずしゃべろ。書いて書いて書いて、出して出して出して、審査待って待って、とって喜んで、勢い任せで、衣服でも買おうよ。スイーツ行列スティーブ・アジョブス、流行っては消えるこの街で2015-1105初交付された PSS。 法的効力はあるとかないとか、そんな簡単な話じゃないって。まあでも嬉しいじゃん、ほらシャンタン。お祝い事には欠かせませんよね。スクランブル交差点、ヨーコー行ったらバドミントン、神宮さんにておみくじ引いても、どの道大吉に有進行。やったやった、金婚観婚家に新庄から、新婚旅行はイチャイチャチャイナで行っちゃう。まあじゃあピンバンゴー。先ほどパートナー認定と言いましたが、日本ではまだ同性が夫婦と認定はされません。なので例えば税金の控除はありません。じゃあなぜ申請するのでしょう？答え is in your heart。 書いて書いて書いて、出して出して出して、審査待って待って、とって喜んで、今日だけ許して、デパ地下爆買い。書いて書いて書いて、出して出して出して、審査待って待って、とって喜んで、出会ったり次第に出して出して出して、審査待って待って、とって喜んで、友達呼んでホームパートが開こう。書いて書いて書いて、出して出して出して、審査待って待って、とって喜んで、たまには開こう。